化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、ワクチンを打っていたので、今日まで仕事を休みもらってまして、だいぶね、だいぶというかもうすっかり元通りになりましたという形です。昨日ぐらいはちょっと副反応がありましたが、はい、そんな感じですね。はい、7日経ってぐらいから効果が出るって話ですよね。それして、いろいろね、やっぱり家でいるとやることがないので、ラジオとかやっぱり結構聞いたりとか、それから、フイズプリンセスとかね、見たりしてましたけどね。フイズプリンセスっていうのは日テレで別個でやってる、オーディション番組というか、ザ・ファーストの後でね、やってるという形かな。週1でね、特集されてるって話も聞いてますが、Hulu で見ております。で、ラジオに関しては、いろいろ聞きますけれども、やっぱね、BE:FIRST がラジオをすごく大事にしてくれている、BE:FIRST およびスカイハイさんですね。この動画撮ってる日のね、ちょうど夜ぐらいにも実はね、スカイハイさんがラジオに出るようで、それもラインナップというかね、結構楽しみなんだけど、そう、それの話もあるんですが、今回は、サムネイルにはね、していると思うんですけれども、ジュノンくんが大活躍だなと最近思ってます。もちろん BE:FIRST は7人ともみんな大活躍なんですけれども、ジュノンくんが、先日のね、スカイハイさんの回のあの日のザ・ファーストでも、いわゆるシンデレラボーイという形の話をね、しておりましたけども、ね、ジュノンの人生面白いって言ってましたからね、確かにそうだなと思いますよ。内定をね、会社の内定決まっていたのに、それを蹴ってオーディションに参加して、言ってみればギャンブルなわけですが、でもね、見事に勝ち抜いてメンバーになり、そして今となればね、もう歌うまといえばジュノンっていうね、そういう立ち位置まで来てるわけですよ。未経験ですからね、そこのところもすごいなと思うんだけど、そのジュノンくんがもう最近本当に大活躍だなというところですよ。まずジュノンくんね、出てるかな画像。まずね、分かりやすく、超イケメンだなっていうところでまずあるじゃないですか。もう誰もが分かるイケメンだっていうところ、青髪にしてからね、さらにイケメン度が分かるようになりましたよね。垢抜けたっていうかね、もともとかっこよかったけれども、183センチの長身でね、で、ラジオに結構出てると。もちろんね、いろんな人たちが出ているし、りょうきくんとりゅうへいくんとしゅんとくんで、名古屋の方のラジオでね、出たりとか、レギュラーの番組持っていたりとか、今はしてますけど、結構まんべんなく7人が結構出てるんだけど、ジュノンくんがラジオに出る率最近高いなっていう風にちょっと思ったりはしてるんですよね。ジュノンくん声がいいのでラジオ向けだなっていうのはなんとなく私も思っていて、皆さんの中でも同じ感じで思ってらっしゃる方多いんじゃないのかなっていう気がしますけれども、ジュノンくんの声を聞くとね、落ち着くんですよね。私もね、いろいろ家で作業とか仕事しながら音声流したりラジオ流したりね、それから、VTuber の動画とか流したりしてることが多いんですけど、声がね、低い感じの人たちの配信だったりとかラジオを聞いたりしているとすごく落ち着くっていうか、なんだろうな、作業がしやすいっていうのもあるし、作業しながらでも周波数的な問題なのか、作業しながらでも耳にすごくいろいろ入ってくるっていう、そういうのがあるから、自分の心を落ち着けるために声がいい声で、声の低めのいい声の人のトークを聞いたりすることが多いので、ジュノンくんの声なんかまさにぴったりなんですよね。落ち着くんですよ。ねえ、本当にジュノンくんがラジオに結構出ているのも、そのラジオ向きなんじゃないかなっていうところと、声質みたいなところもあるけど、レオくんと一緒に出てる回とかがね、結構多かったりして、ね、ジュノンくんもおっとりしてるイメージあるけれどもね、レオくんはね、みんなに愛されているから、ジュノンくんもレオくんにはね、結構突っ込んだりとか、そういうツンデレになったりとかするところがいいなって思ったりするのと、テレビとかでね、見たりすると、なかなかジュノンくんはね、リュウフェンくん、シュントくんもそうだけど、なかなか前面に出て、控えめな感じだと思うので、喋ったりするっていうことがそんなにないので、ラジオだとね、パーソナリティの人もいるから話題を振ってくれますんで、それで結構こっちとしてはね、助かってますね。はい、私はソータくん推しだけれども、ジュノンくん本当にいい声だなっていうのは間違いなく思ってるし、歌声もいいし地声もいいっていうね、そして顔もいいっていうね、完全にジュノン推しみたいな感じのことになってるけども、はい。そしてジュノンくんといえばね、ここ最近、ちょっと前のニュースで、ちょうど私がワクチン打って休んでる時に出たニュースかな、モデル仕事でソロ仕事ですよね。
単独仕事っていうことで、いやこれはしかもジュノン君をねこう起用するっていうところがすごいなって思いますよ。見る目があるなと思うところなんですけども、3日前だったからワクチン打つ前日か、まあニュースでありますね、 BE:FIRST のジュノン発射モデルに初挑戦、初のソロ仕事楽しかったですっていう形で The First Times さんのニュースでありますね。でこちらがあのフィレスという元 J リーガーの小林輝明さんがあの開いたブランドがありますけれども、こちらの方のモデルとして11月24日から開催される名古屋三越期間限定フィレスポップアップストアにて、そうフィレスというねブランド、フィレスポップアップストアでファーストオーダーさんとのコラボレーションアイテムの発表に際して特別なビジュアルも制作されたっていう。ファーストオーダーさんは確か渋谷とかの、確か東京の方の、ブランドだったような気がしますけれど、間違ってたらすいません。で、フィデスは、福岡初のライフスタイルブランドという形なんですね。はい。で、名古屋で、ポップアップストアがあるっていうことでね、そんな感じのようです。オンラインでもこれ買えるはずなんですけれども、ちょうど、今ちょうどフィデスジャパンさんのあのインスタグラムを見ておりまして、ジュノン君がねいっぱい写っててかっこいいんすよねフィデスのねバッグ持ってるのもこれもいいし、フィデスなんかいいっすね、知らなかったけど過分にしてね。ファッション系は多分テウンさんとかすごい詳しいんだろうけど、あテウンさんで YouTuber のテウンさんです。かっこいいな、普通にこのフィデスのシャツ着たいなって思うもんね。ちなみに福岡店頭ウェブでは12月4日の発売となります。本商品は初回限定生産のため再生産の予定はございません。ああなるほど。ということで福岡でまず店頭で店で買えるっていうところと、あとウェブで買えるっていうところのようですね。これ欲しいけれども相当倍率高いだろうなっていう気がしておりますね。うん、なるほどね、ということのようですが、でもジュノン君ね、モデルすごく合ってるなって思います。でもジュノン君選んでくれたっていうのがいいですよね。この小林輝明さんがもしかしたらあのザストミンかデスティであのジュノン君推しだっていう説ありませんかね。まあこれは今私が勝手に思いついただけですけどね。あ、多分ですけどあのジュノン君はサッカーをずっとやっていたっていうのがあるじゃないですか。だからあの小林さんはもちろん元 J リーガーですから、そのサッカーっていうところであのすごいあの親和性というか感じてくれてあの起用してくれたのかなっていう気がちょっと今しましたかね。ラジオで言ってましたけどね、ジュノン君あの本当に小学生とかの頃は収録でサッカーやってたみたいな、それも掛け持ちでやってたみたいな話をしてましたからね。うん、そうジュノン君最近ラジオにたくさん出てくれるんでいろんな話聞けるんですよね。収録はエグいなって思うけど、でまあでもね友達でもそういうのいたわ。うん、私はゲームばっかやってましたけどね、オタクですからはい、まあそんな感じのことも思い出したりしますけども、はい、まあジュノン君の活躍もこんな感じでねたくさんあって、ジュノン推しの方にはとっても嬉しいんじゃないのかなっていう気がいたしますですね。やっぱりこういろいろなところにねあの仕事の幅が広がっていくというのがあると非常に嬉しいなって思いますし、やっぱりこうベスティとしては励みになりますよね。はい、そんな感じのことを思いました。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。